おい、起きろ、おい。もう一遍溺れてこい、このエロウサギ。ストップストップ、あかましどさくさに紛れて何やってんのよ。ですから人工呼吸です。トラが死んでもいいですか。なもいらないわよ。さっきからうう言ってるでしょうが。いいえ、それは幻聴です。彼を渡すまいとするあなたのさもしい真相心理が。よかった、皆さんも水の事故には気をつけましょうね。で、マジか、マジなのか。いやいや、だって人工呼吸ってそんな、こんな公衆の面前でか。っていうか小野寺の前で。いやしかし今緊急事態であって一刻を争うつうか。いやしかし切り裂きに切ってアホか。俺は迷ってる場合かよ。ここでやらなきゃ男じゃねえだろ。あーなるさーん。こっち、何やってんだよ。あマザー、人工呼吸、自分の不正が起きる、やろうかな。ああ、いけないと分かっていながらも帰ってきて、帰った。おいおいおい、心配して。で、学校どこだ。俺のファーストキスの相手はマザさんですか。少し羨ましい。後で話し合おう、お母さん。で、アイカ様、まだ上がりませんの。もうよくねえか、手遅れだって。多分いいから早くやれよ。なあクソ、覚えてやがれ。し、死ぬかと思った。そりゃこっちのセリフだ。で、長澄さんが息をしたら。マジャー、人工呼吸、ごめんなさい。ほんまよかったな、さん。ありがとう、さんちゃん。俺、うっすらと覚えてるよ。一度だけならず二度までも。で、えい。生き返れ。ああ、夢中。喋ってんだ。てかスマホ使えてんじゃねえか。プライスレス、思い出、イエス、完全防水。で、こっくり。で、どさくさに紛れて何やってんのよ、霞ヶ丘ウータハ。ちプールといえば人工呼吸イベントが定番だと思ったのだけれど何やら怖い。で、やる気があるのかないのかどっちだよ。ミサちゃんのためならやる気出すよ。だって万が一ミサちゃんが溺れた時に他のやつに人工呼吸させたくないでしょ。さあ海だ、泳ぐぞ。で、いやいや、遠泳するですか。冗談だよ、無理すんな。10分くらいしても上がってこなかったら助けて。溺れる前提？溺れるイコール気を失う。それってつまり人工呼吸とか。やっぱりやめるわ。諦めの速さ。で、私のナオト様になんてこと。うっさい、生き返ったんだから感謝しなさいよ。で、セリヌマさん、セリヌマさん、
起きて。こうなったら人工呼吸しか。